やるぞというわけでですね、まあ僕がこうやって一人で撮るのは初めてなんじゃないかな。プープテトリスっていうゲームなんですけど、まあね、未だ有名実況者さんがやってたりするようなゲームなんですけど、まあそんなの関係ないんだよ。あのですね、うちの参謀がですね、買ったんだよ、あいつ。あいつ買ったんだよね、なんか。なんで今更買ったんだという話が。わかると思うんだけどさ、俺ボロボロなの。待って練習しないといけないの。だって、持ってない人に、ボロボロされてんだよ。ちょっとそれはちょっと、はい。スマブラみたいにね、持ってないんやったら絶対に勝てるんじゃないの。持ってないのに俺負けるからね。練習します。で、僕の練習風景という感じになりますね。まあ一人で。あの、で、どうしても練習って関係上ね、敵が弱めの方がいいんよ、やっぱり。でもキャラによって弱いコンビがあって、この T とかリンゴちゃんは、初心者向けになってる。すごいね、優しい。でも連鎖とかはちゃんとしてくる。積む速度が遅い。で、自分が使うのはこいつです。で、これのね、ボイスチェンジして、S がいいの？このボイスがたまんねえんだよ。いくぜ。これが相手だ。まずはね、僕のまず積み方をちょっと見ててくださいよ。まあ、動画の時はあんな感じだったじゃないですか。まあ、今の、最近の積み方はね、ちょっと違ってて、動画の時とだいぶ違うんですよ。これは、こうしよう。動画の時は、まあ、細かく、テトリスを連打するって感じだったんですけど、それじゃ全然勝てなかったんですよね。なんで、まあ、全く趣向を変えて、このゲームにはね、攻撃の手法としてね、連攻撃っていうのがあって、このテトリスをするより、連攻撃の方が、敵にダメージを与えられるっていうことなんで、始めよう。こっからね、穴あき3列。のね、あんま僕もね、テトリスとか調べたことはないから、わかんないけど、なんかね、連攻撃、こういう4連、5連、6連、7連、8連、9連、10連、11連、はい、勝ち！こういうことよ。この連攻撃が本当に効くみたいね。これめっちゃ強いみたい、やっぱり。ただ、このぷよぷよのことにちょっと詳しい友人曰く、はい、ヨッピーって言うんですけど、そのぷよぷよのことに詳しい友人曰くは、リスクはあるみたい。すごいね、なんかね、やっぱ、リスクがあるみたい。ナインティナインやってるんですよ、うちの友人のヨッピーさんが。そのヨッピーさんが言うには、結構リスクのある積み方みたいやね、これは。多分、こうやって積んでるうちに、その間全く攻撃しないじゃん、僕。その関係上、ナインティナインとかやると狙われて、もういきなり終わるみたいなことがあるんやろな。ちょっと待って。どうしようかな。ここは、これから始めよう。ちょっとパワー足んねえから、始めようか。いけっかな。1。これで1連、2連。まあ、とりあえず、3連、4連、5連、できるだけ多く、焦らずに多くやることが大事やから、できるだけ焦らずに多くやる。8連で終わっちゃった。ああ大体ね、7から10連すれば倒せてるかな。うん、これがうまく決まるともう一撃なんだけど、問題はぷよぷよの場合なんだよね。ぷよぷよってなんかね、こっちが連してもなんかすぐにはね、攻撃が来ないみたい。だから、その分ね、ちゃんとか、そんな連攻撃なんてしなくても倒せるから、ちゃんと。そんなね、ひどいことしなくても倒せるから。で、ちょっといつもと積み方違うけど、どうしようかな。そう、この考える時間長いんだよな、自分もな。これ考え、赤が2つになっちゃったやん。考える時間自分長いのは直したいけどね。どうしても考えちゃうね。うわ、ぷよぷよのパワー強いよ。マジかよ。待って、リンゴちゃんやめて。リンゴちゃん、何やめて。リンゴちゃんちょっとやめて。これ、俺死ぬで。
もう死んじゃう死んじゃう、ねえ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 、この穴開き地帯やばいっす、なんかこの穴開き地帯やばいですね。でこうなった時にこのやっぱり掘るのがやっぱり僕下手なんだよね。この下に進んでいくっていうのがすごい僕苦手。これも課題よね。あぶねえ。でやるときも連気味にできるだけできるだけ連気味にしていけば6連これでねだいぶ稼げると思うよ。この反撃するときもちゃんと連を意識する。はい、オーケー。そうそうそう、こういうことね。やっぱり勝っちゃった。これが大事なんだよな。できるだけ連を狙いたい。てか、さっきのはなんか、さっきのは、まあ、狙ったといや狙ってんだけど。俺のやりたいことではないからね、今のは。で、こうして、こうして、ここ。このね、わかるかな？代々と、黄色の、そして青のテトリミノを左に全部積んでんの。最近は。そうすることでさ、あそこだけの位置が生まれるじゃん。お、いい感じじゃん。ほら、ほら、めっちゃいい感じになった。こっからダメだけど。始めたいけど、始めれっかなー、これ。ああ、まあいいか。始めよう。よく見て。よく見て。はい、リップクリーム、はい、4連5連、これねあんま良くないよ。8連9連だね。うん、9連で終わっちゃうね。まあでもこれでいけると思うよ。ぷよぷよ、ほらもうあんな感じだから。でもう一回来るからちょっと、まあでもこんなもんじゃないかな。うん、だってこうなったらもうさ、うん、こうだよね、そうだよね。よかったよかった。喋りながらできてよかった。俺、いつも無言でやってるからね、練習。で、問題はね、強いコンピューターやりたいね、やっぱり。プープの強いコンピューターっていうと、本当にこの、こいつ、このシグも、シグがそこそこ強いのよ。いっか。これ勝てっかな。連攻撃がうまく決まればいける。ただ、それまでに向こうの攻撃来たら負けだよね。それが怖いんだよな。あ、やべえ、間違えた。まだなんとかなるね。こうして、で、こうして、こうして、こうで、あ、いけるね。このくぼみ作っちゃうとさ、こうやって埋めなくちゃいけないから、それが難しいんだよな。ちょ、待って。あんまり良くないね。この流れ良くないな。この流れ良くねえぞ。シグ。シグシグ。早い、もう来た。アイラッシュ。アイラッシュ。まあ無茶はせずに、無茶しすぎない、積む際に無茶をしすぎないのは大事やけどね。無茶しすぎたらさ、勝手に自爆するからね、勝手に死ぬからね。あとは僕の今積んでるような積み方的に、やったことない積み方の時は全部アドリブやからね。リップクリーム、リップクリーム。あんま焦って今のように連しちゃうとあんまり火力がない。分かっててもやっちゃうな。でもこれ掘ってった方がいいんだよな。てか埋めてるけど掘ってっか。どうしようかな。いや、あ、ダメだ。ハイパイが悪い。ハイパイってなんだ、ギャンブル。俺ギャンブルやってんのかな。いやー、きついねー。リップクリーム。掘り進めていこう。ね。アイラッシュ。あ、間違えた。逆。シグ。あー、この穴開きやっべーな、これ。この穴開きはやばいぞー。シグ。だから、逆にずっとやられるだけだからな、うまく。で、3連、4連、5連で終わっちゃったね。オッケー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 。で、掘れる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 。でかい。プープーの攻略方法ってのがわかんなくて、なんていうかな、向こうが連鎖をする前に、できれば落としたいんだよ、黒いブロックを。でも、僕の戦法じゃそれはできないんだよね。あ、きついね。これこっちに行こうか。で、
こうして、こうして、こうの、こうして、こうしよう。で、こうして、いつもと違う積み方になっちゃうけど、それは仕方ない。間違えた。で、こう、こうの、こうして、どうしよっかな、こっちね、こっちで、これ確かにリスクあるよな、こんなことしてたら。こんなん攻撃してくださいやんね。確かに姿勢的には。あー、あんま良くないな、これ。途中積み方がグダったね。あー、間違えた。やっちゃった。やっちゃった、間違えた。よく見て。連攻撃をしていきたいです。連攻撃したいです。あ、やばい、ミスった。これやばい。5連で終わっちゃう。さっきまで抜きをどこ行ったんですかね。あれ、さっきまで俺できてたあれなの。これが焦り。これね、これ皆さん覚えておいてください。これが焦りってやつですよ。これが焦り。まあ、焦らずね。やり直そう、やり直そう。俺たちまだやり直せるだろ。俺たち、まだやり直せると思うんだ。俺たち、こっからやり直せると思うんだ。何の話してんだ、俺。で、最近習得したんだよ。これ見て。TSP! ダボこれ気持ちいいよね。最近できるようになったよ、ようやく。グーテと買ってさ、買っておいてさ、今更ようやくできるようになったからね。TSP ダボ。これ気持ちいいなぁ、ほんとに TSP ダボなぁ。うん。もう一回攻撃かけたいね。一気に。連攻撃で、かけたいけど、どうだろう。いけっかな。はいはい。1、2、3。3連はいったね。どうしてもな、プープンって結構生存率あるんだな。そう考えるとな。さあ、どこかで、挟んでいきたいな。攻撃をな。いや、もう本当に火力高くね。なんかね、2連3連で結構いくんだよな、火力がな、ぷよぷよって。だから初心者同士だったらぷよぷよめっちゃ有利なんじゃねえかな、もしかして。あ、違う、危ね。で、テトリス意外とテトリスするじゃん、4列消しの。あれした後、あれをしてもね、なんか向こう2連鎖ぐらいで帰ってくるわ。なんか、実際やってて思ったけど、俺が苦労してテトリス積んだのに、おっしょ!おっしょ!勝った!レンズコースに勝った。でね、テトリスの上手いコンピューってこの辺りなのよ。めちゃくちゃ強いの、テトリスの。で、これはね、まずは敵を激辛にすると、敵の積みが速くなるんだけど、敵の AI は変わってないから、こうするとめちゃくちゃ敵が強くなるの。ハンデのはずなのにね。いくよ。これ敵が強くなる。ほら。もう敵の積み方がおかしいもん。早いもん。ほら。もう、せかされる。俺もせかされる。もう、せかされる。なんか、あいつがおることによって緊張する。早ない？ちょっと待ってください。ちょっと待ってくれません？よく見て。テトリスよ。嘘でしょ早すぎません。ちょっと待ってもらえません。ちょっと待ってもらえません。僕まだ、楽しくやりたいです。プープーを楽しくやりたい。テトリスを楽しくやりたいんですけど。テトリスを楽しくやりたいの。やめて。何そういうことすんの。何これ。僕、プーテトリスをもっと楽しくやりたいんですけど、やめてください。やめて。やめてもう一回。一緒だろ、一緒。せめて一緒。やばい、あいつがおることによって緊張する。あいつがおることによって緊張するぞ、俺、結構。俺、緊張に弱いタイプやるな。緊張に弱いんだよ、自分は。
あ、でもいい感じになってきた。いけるぞ。いくぞ。よく見て。はい。リップクリーム？リップクリーム？リップクリーム？ジェルネイル？あー先のを見てなかった。6円で終わっちゃったじゃん。いや、ここから消していこう。掘ってこ、掘ってこ。掘ってこ、掘ってこ、掘ってこ。掘っていけば何とかなるよ。ほら、来た！来たー！逆転のテトリス。負けるわけにはいかないんだよ。こっちだって、バックトゥーバックいい勝負、いい勝負じゃない？これ結構。俺、敵の画面は見てねえからな。基本的に次のは見てん、あのね、テトリミノ、次来るやつはね、見てはいるんだけど、あの、さすがに一手先しか見てない、ネクストまでしか見てないんだよね、さすがに。そこまで目いかんよ、普通。次のやつがギリギリだわ、自分見れんのは。やっべ。いやー、ちょっと待って、さすがに最強だぞこいつ。強すぎんだろ。アイラッシュ、リップクリーム、アイラッシュ、リップクリーム、関連しといて。いや、こいつはマジで強えぞ。掘ってこ、掘ってこ、掘ってった方がいいよ。これは掘ってこ、掘ってこ。やばい、掘ってこ、掘ってこ。掘れるように、掘れるように、ちゃんと、ちゃんと置いて、ちゃんと置いて。よしよしよし、そうそうそう、そう、そうそう、そうだ、焦るな、焦るな、俺。焦るな、俺、掘れるぞ。あー、もういや、もういや、このゲーム嫌い。このゲーム嫌い。いや、まだまだ、諦めんな、諦めんな。まだ、まだ、その判断は早計や。まだいけるぞ。おう、俺はいける。俺はまだ参る。今ね、俺はまだ参るんだ。ほら、ま、参る参る。舞うぞ。ここから俺は大きく羽ばたく。ちょっと待ってー、きつー。俺はまだ羽ばたく。よし、ファンデーション。俺はまだ羽ばたく。あー、これ意味ないな。やばい、また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 ピーチ、ピーチ。うるせえうるせえ。俺もう一回、みんな仲良くね。難しいって。